マンのモデル H. P. ラブクラフト ザ・クリエイティブキャット訳。私のことを気違いだと思わなくてもいいだろう。エリオット、もっとおかしな偏見を持ってる人たちだって5万といるんだ。どうして自動車に乗ろうとしないオリバーの爺さんを笑わないんだい。私が忌々しい地下鉄を嫌っているとしたって、それは私の勝手だし、タクシーの方が早くここまで着くし、地下鉄で来たらパーク街から丘を歩いて登らなきゃならなかったんだぜ。去年会った時より神経質になってるのはわかってる。でも君に診察してもらう必要はないさ。確かにたくさん理由があってね。正気でいられるのが不思議なくらいだよ。なぜ拷問みたいにする。君はそんなに根掘り葉掘り聞く人間じゃなかったろう。ああ、君が聞かなきゃならないと言うなら、そうすればいいさ。君はそうするに決まってるよな。私が美術同好会から足を洗ってピックマンを避けるようになったと聞いたら、まるで悲嘆にくれる親みたいにひたすら手紙をくれたもの。今、奴はいなくなって、私も時々同好会に行ってみるけれど、私の神経は前とは違ってしまっているんだ。いや、ピックマンがどうなったかは知らないし、考えてみたくもない。君は私がピックマンと縁を切った時、内情を知っていると勘ぐっていたようだけど、だから私は奴がどこに行っちまったのか考えたくないんだ。警察には好きなように探させておけばいい。大したことはできないさ。奴がピーターズって名前で借りてたノースエンドの場所もわかっていないところから見るとね、自分でももう一度見つけられるかどうか。明るい真っ昼間でもそんなことをしてみようとは思わないし、ああ、私は知ってる。残念ながら知っていると思うよ。奴がそれを維持していた理由を。で、全部説明し終わる前に、君にも私が警察を呼ばない理由を分かってもらえると思うな。連中は道案内しろと言うだろうけど、私はそこに戻れないんだよ。仮に道順を知っていたとしても、あるものがそこに存在していた。そして今私は地下鉄に乗れず、こっちの方も同じように笑うだろうが、二度と地下室に降りられないでいるんだ。私がピックマンと切れたのが、リード博士やジョー、マイノットやローズワースみたいに、小うるさい老婆じみたくだらない理由からじゃないのは分かってくれていると思う。病的な恐怖美術なんかにショックを受ける私じゃないし、ピックマンほどの天才と知り合いになれたらそれは名誉なことだと思うぜ。そいつがどんな方向で仕事をしていてもだ。ボストンにはこれまで、リチャード・アプトン・ピックマンを超える画家がいたことはない。これは私が言い出したことで、今でもそう言い続けているし、1インチたりとも譲るつもりはないぞ。あれは奴が例の、職式の祭事、を持ち出してきた時のことだったな。マイノットはその時奴と絶縁したんだ。覚えてるだろう。ねえ。ピックマンの作品のような絵を描くにはとんでもなく深い技術と自然についての洞察がいるんだよ。俗な表紙絵画家が絵の具を乱暴に撒き散らして、そいつを悪夢だの魔女のサバトだの悪魔の肖像だのと言ったりするかもしれないけれど、偉大な画家だけがその手のものをそれらしく、本当に怯えるように描けるんだ。というのも、真の芸術家だけが旋律というものの本当の解剖学や恐怖の生理学、正確にどんな線どんな比率が、潜み住む本能や遺伝性の記憶と結びついていくのか、またいつもは眠っている不思議さを感じ取る感覚をかき回すのにふさわしい色彩のコントラストや照明効果がどんなものか、を知っているからね。どうして浮遊3のような画家たちが本物の身震いを起こさせるのに、安っぽい怪談話の表紙が笑いを誘うだけなのか、君に言う必要はないよな。何かが、生命の向こう側に、あって、そういった画家たちはそれを捉えて私たちに垣間見させてくれるのだ。どれもそうだった。サイムもそうだ。シカゴのアンガローラもそうだ。そして、ピックマンほどその力を持つ者はいなかったし、
天に祈るのだが、これからもいないんだ。彼らが何を見るか、なんてことは聞かないでくれ。なあ、普通の美術も、自然やモデルから引き出された生命力に溢れるものから、概して粗末なスタジオで商業的にちまちまと釣り上げられるゴミくずまでいろいろじゃないか。そう、真に異界的な芸術家には一種のビジョンがあって、それを使ってモデルを作り上げたり、あるいは彼が住まう有名界から現実のシーンをあまたく召喚してきたりするのだと言いたいね。とにかく、彼はまがい者たちが描くミンチパイな夢とは違った芸術品を創作しようとするのだし、それは命ある画家の制作物が、通信教育の漫画描きがでっち上げたものと違うのと同じようなものなんだ。もし私がピックマンの見たものを見たなら、いや、ダメだ。ここで一杯飲んでおこう。これ以上深入りする前に、神よ、そんなものを見たら私は生きていられるでしょうか。もしあの男、奴が人間だとして、が見たものを、ピックマンの強みは顔にあったのを覚えているよな。ゴヤ以来、あれほど混じり気のない地獄を、一組の顔の造作や歪んだ表情に盛り込めたものがいたとは思えない。じゃあゴヤ以前はというと、ノートルダムやモンサン、ミシェルのガーゴイルやキメラを作った連中まで戻らなきゃならない。彼らはそういったものを全部信じていて、多分そういったものを全部見てもいたんだろう。中世にはいくつか奇妙な層があるからね。覚えているけど、一度君自身ピックマンに聞いたことがあるだろう。君が逃げた前の年だ。一体全体どこでそんなアイデアやビジョンを拾ってくるのかって、奴が返してよこしたのは底意地の悪い笑い声じゃなかったか？リードが奴と縁を切ったのはその笑いもあったんだ。リードはちょうど比較病理学を勉強したばかりで、あれこれの精神症候や身体症候の生物学的なあるいは進化論的な重要性に関する内部的な知識とやらで鼻高々だったんだな。彼はピックマンに対し日増しに反発を覚えるようになったと言っていて、最後の頃にはほとんど震え上がって、あの男の顔つきと表情は次第に好ましからざる方向に成長している、人間ではない方向にとかね。彼は食事のことをいろいろ語り、ピックマンは骨の髄まで蒸気を逸しているに違いないと言っていた。この件で彼と手紙をやり取りすることがあったなら、君はピックマンの絵は気に触ったり想像力を痛めつけたりするだろうが放っておけと言ったんじゃないか。私はそう言っておいたよ。その時に、だけど、私がピックマンを切ったのがこんな理由からじゃないと分かっていてくれ。それどころか、食式の祭事が震えが出るほどすごい成果だったので、私はますます奴に感服していったね。知っての通り、同好会はそれを展示しようとしなかったし、美術館も寄贈を受け付けようとしなかった。買おうという人もいなかった。と付け加えてもいいぜ。だからピックマンはどこかに消えるまで自分の家にそれを置いといたんだな。今はセーレムにいる奴の父親が持っている。ピックマンは古いセーレムの血統の出で、先祖の中には1692年に吊るされた魔女もいたんだ。私はしばしば、ピックマンのところに行って、それが習慣のようになっていった。とりわけ、異界芸術のモノグラフのためのメモをつけ始めてからはね、多分、私の頭にそんな考えを吹き込んだのが奴の作品だったんだろうけど、とにかく、採掘を始めてみたら奴がデータと示唆の鉱山に見えたのさ。自分のところに置いてあった絵や線描を全部見せてくれた。その中には、同好会のメンバーの大半がそれを見たら、一発で奴を同好会から叩き出したに違いないと思うようなペン描きのスケッチもあった。間もなく私は敬虔な信者みたいになってしまって、まるで中学生のように何時間も奴の美術論や哲学的空論に聞き入ったものだった。そのロンタルやデンバースの施設送りになってもおかしくないほど豊昇なものだったさ。私の英雄崇拝のせいで、また一般人が奴と距離を置きたがり始めてたこともあって、奴は私のことをひどく信用するようになっていったんだ。そしてある夜、私の口が十分硬くて頭があまり硬くなければ、いささか普通じゃないものを見せてやれるんだが、とほのめかしたんだ。家にあるものよりちょっとばかりきつい悪行ね。なあ君、
と奴は言った。ニューベリー以外向けではないものがあるんだ。ここには合わないものが。とにかく、ここでは思いもよらないものがあるんだ。魂の倍音を捕まえるのが僕の務めで、人工的な土地にでっち上げられたこんな町の成金部隊では見つからないものなんだよ。バックベイはボストンではない。まだ何者でもない。記憶を拾い上げ磁場の霊を引きつけるだけの時間がなかったからだ。ここに亡霊がいるとしても、それらは塩沢や浅瀬の従順な霊であって、僕が欲しいのは人間の亡霊なんだ。地獄を見られるだけの、そして見たものの意味を捉えられるだけの高度な組織を持った亡霊だ。芸術家が住むべき場所はノースエンドだ。真摯な審美家なら誰でも、タバナス公妃のためにスラムを我慢しなければならない。神よ、なあ君、わからないのか？そういった場所は作り上げられるだけではなく、実際に成長しているのだと、世代に次ぐ世代が、そこで暮らし、感じ、死んでいった、人々が生きて感じて死ぬことを恐れなかった時代のことだ。1632年にはコップスヒルに粉引き所があったことを知らないか？1650年までに現在の街路の半分ができていたことを、君に2世紀半というもの建っている家を見せてあげられるよ。現代の家がそれを見たら木っ端みじんになるようなものを目の当たりにしてきた家たちだ。現代人は生命とその背後にある力について何を知っている？セーレムの魔女を幻影だというのだろうが、受け負ってもいい。僕の祖母ならいろいろ語ってくれただろう。連中は祖母をギャローズヒルで公主刑にした。聖人ブッダコットンメイザーと一緒になって、クソったれ野郎のメイザーは誰かがこの忌々しい単調性の檻から飛び出しを押せるのを恐れていたんだ。誰かあいつに呪いをかけるか、夜、血でもすするかしてくれたらいいのにな。僕はあいつが住んでいた家を見せることができるし、勇ましいご公言にもかかわらずあいつが怖がっていれなかったもう一つの家を見せることもできる。あいつは馬鹿げた。キリスト社の偉業、や煎幕な、見えざる世界の脅威、には書く気になれない者どもを知っていたのだよ。いいかね、ノースエンドにはかつてたくさんの地下トンネルがあって、ある種の人々が、自分らの家同士や埋葬地や海を行き来できるようにしていたことを知っているかい？地上の連中には基礎でも迫害でもさせておけ。毎日毎日連中の手の届かないところでことは行われ、夜になれば連中には突き止められない場所で交渉する声が上がるのだ。そうだなあ、君、かけてもいいが、1700年より前に建てられたまま移築されていない家10軒を渡れば、そのうち8軒の地下室に何やら奇妙なものがあるのを見せてあげられるぞ。古いその辺りの土地では、今崩れたかのようにどこにも通じていないレンガ作りのアーチや井戸を作業員が見つけたという話が新聞に載らない月はない。去年だったら変種万街の旗にそんなのが一つあるのを高架鉄道から見られたのにな。魔女やその呪文が召喚したもの、海賊どもとそいつらが海から運んできたもの、密輸業者、知略の船員、全くのところ、人々はいかに生きるか、いかに生命の境界を広げるかを知っていたんだ。昔は、勇敢で賢い者にとって、知り得る世界はここだけではないのだ。へっ、翻って興味はだ、薄桃色の脳みそばかり使うようになって、絵がビーコン街の喫茶店のテーブルの漢字以上のものになってしまうと、芸術家とやらが集まる同好会ですら震え上がって引き付けを起こすと来ている。今という時代が止めている唯一の美点は、あまりに腐れ馬鹿なため過去のことをきっちりと問えないことだ。地図だの記録だのガイドブックだのがノース。エンドの何を本当に語っているかね。けっ、そうだなあ。プリンス街の北の方で網目になっている3点40の裏通りに案内することができると思う。そんなところがあるとかもしれないと感づいている生き物は、そこにたむろっている外人以外には10を超えないというような場所だぞ。ではそこのいた子どもは何かその意味を知っているか。何も、サーバー、そういった古い土地は絢爛たる夢を見ていて、脅威と恐怖と陳腐さからの一層で満ち溢れているのだが、それを誰一人として分かっちゃいないし、利用することもできないでいる。あるいは、一人だけいると言った方がいいかな。
僕は理由もなくほじくり返してきたわけじゃないからな。さて、君はこの種の事柄に興味を持っていると。僕がそこにもう一つアトリエを持っていると言ったらどうだ。古の恐怖の夜霊を捉えられる場所。ニューベリー街では考えることもできないものを描ける場所だ。当たり前だが、同好会の呪われたオールドミスどもには話さない。ババアどもはクソのようなリードと一緒になって、そういえばあいつは僕のことを逆進化の過程をトボガンに乗って墜落している一種の怪物とか囁いているんだ。そうだよ、サーバー、僕はずっと前に、人は生命の美と同じように恐怖も描くべきだと心に決めた。だから、恐怖が生きていると考えるだけの理由があるいくつかの場所を探ったのだ。僕が入手した場所をかつて見たことがあるものは、僕以外には生きているノルウェー人が3人いるとは思えない。距離で言えば高架鉄道からほど遠くないが、精神で言えば何世紀も離れている。地下室の奇妙なレンガ製古井戸が決め手だった。さっき話したようなやっこだ。小屋は崩壊寸前で僕以外には誰も住もうとは思わないだろうし、支払った金の安かったことときたら、ちょっと君には話せないな。窓には板を打ち付けてあって、だが大歓迎だ。僕の目的には昼の光はない方がいいからね。地下室で描いているんだ。インスピレーションが最高に湧く場所だ。他の部屋は1階に設けたけれども、シチリア人の持ち物で、ピーターズの名前で借りてある。さあ、君にその気があるなら、今夜そこに連れて行こう。絵を喜んでもらえるだろうと思う。そう。前に話したようにそこではちょっとばかり羽目を外しているんだよ。大旅行ってわけではない。僕は時々そこまで徒歩で行っている。そんなところにタクシーで行って人目を引きたくないからね。サウスステーションからバッテリーがいい行きの定期便が出ているから。そこから歩けばすぐだ。ねえ、エリオット。この大演説を拝聴した後僕にできたことと言ったら、空のタクシーを見つけるやいなや歩く代わりに駆け出すのを我慢するくらいのことだけだった。サウス、ステーションで電車に乗り換え、バッテリー街への階段を降りて行ったのが12時頃。昔からの海浜地帯に沿ってずんずん歩いてコンスティテューション埠頭を過ぎた。どんな街路を渡ったか確認していなかったし、どこを折れて入ったのかも言えない。でもそこはグリーノウ工事じゃなかった。道を折れると、そこは上りになっていて、生まれてこの方見た中で一番古くて汚い裏通りを通っていった。崩れそうな切り妻。小さなガラスのある割れ窓。半分バラバラになった古煙突が月夜に突っ立てっていた。そこで見た家の中で、コットンメイザー時代に建っていなかった家は3軒もなかったに違いないよ。少なくとも2軒にはせり出しがあったし、ほとんど忘れられた全ギャンブレル型の尖った屋根のラインを見たことも一度はあったと思う。もっとも、考古家に言わせると、ボストンにはそんな屋根は残ってないそうだけどさ。その裏通りも薄暗かったけれど、そこから左に曲がって入っていった裏通りは同じくらい静かで、もっと狭くて、真っ暗だった。そこから1分くらいしたところで、闇の中を鈍角に右に曲がった気がする。少ししたらピックマンは懐中電灯を取り出して、忌まわしいほど虫食いだらけになっているノアの洪水以前の10枚板のドアを照らした。鍵を開けると、奴は僕を荒れた玄関に案内した。かつては壮麗だった暗いオーク材のパネルがあり、もちろん質素だが、ゾクッとするほどアンドロスとフィップスと魔女の時代を暗示していた。すると奴は左手のドアから私を招き入れ、オイルランプに明かりをつけて、気楽にしてくれと言った。さあ、エリオット、白状しよう。私は人呼んで、ハードボイルド、な男だと言っていいと思うんだが、その部屋の壁にかかっているのを見たら気分が悪くなったよ。奴の絵だったんだ。ニューベリー以外では描けないし、見せることもできない代物ども。そしてここでは、羽目を外している。と言ったのはまさにその通りだった。もう一杯くれ。もう一杯いるんだよ。とにかく、それらの絵がどんな感じだったか君に伝えようとしても無駄だろうさ。凄まじい冒涜的な恐怖や信じがたいほどの胸のムカつきや猛烈な道徳上の悪臭が、言葉の力では分類することもできないような、
ほんの単純なタッチから来ていたんだから。シドニー・サイムに見るようなエキゾチックな技巧やクラーク・アッシュトン・スミスが見る者の血を凍らすべく用いた。土星異縁惑星の風景や月の菌類は何もなかった。背景は主に古い墓地。森の奥。海辺の崖。レンガのトンネル。古風な羽目板張りの部屋。あるいは石造りの地味な地下室だった。コップスヒル共同墓地はその家から何ブロックも離れていないはずだったのだけれど、お気に入りの風景だったな。狂気とおぞましさは前景に描かれた姿にあった。卓抜した悪魔的な肖像画法がピックマンの病的美術だったからね。それらの姿が完全に人間であることは稀で、いろいろな程度に人間未満だったんだよ。ほとんどの体は一応二足歩行っぽかったが、前かがみで、なんとなく犬科の形態を宿していた。表面は主に一不快なゴム質だった。うげっ、今でも見えるわ。そいつらが従事していること言ったら、まあ、細かいことは聞かないでくれ。普通は餌を食っていた。餌が何かは言いたくない。時々埋葬地や地下道に集団で現れて、しばしば獲物、というか、大事なお宝をめぐって争っていた。そして、時としてピックマンは何という胸くその悪くなるような表現をこの死体安置所の戦利品のめくらいた顔に与えたことか。時折そいつらは夜、開いた窓から飛び込んでくるように描いてあったり、寝ている人の胸元にしゃがみ込んで首筋に噛みつこうとするように描いてあったりした。あるカンバスには、そいつらがギャローズヒルに吊るされた魔女を輪になって襲っている様子が描かれていて、魔女の死に顔には奴らとの間の密接な類縁性があったんだよ。けど、こういった醜悪なテーマや状況だけで私が気を失ったなどと思ってもらっては困る。私は3歳児じゃないんだし、こういったのは前にもたくさん見たことがあった。顔なんだよ。エリオット、呪われた顔なんだ。カンバスの中から流し目をよこしよだれを垂らす。正気を持ったあの顔。神よ。真に我は信じます。あれは生きていたのだと。あの吐き気を催すような魔法使いは絵の具の中に地獄の豪華を起こし、F では悪夢の禁止を振りまくワンドだった。そこのデカンタをよこせ、エリオット、レッスン、という題名のがあった。天よ憐れみください。あんなのを見てしまった私を、聞いてくれ、君には想像できるか。名状しがたい犬もどきどもが墓地で輪になってしゃがみ込み、一人の小さな子供にそいつらと同じように食うやり方を教えているところを、取り替え子が払う代償だ。多分、君は、奇妙な人々が人間の赤ん坊を盗み、代わりに自分たちの卵をゆりかごに入れておくという古い神話を知っているよね。ピックマンは盗み出された赤ん坊に何が起きるかを描いてみせた。どうやって育つかを。その時私には人間の顔と人間ならぬ姿の顔との間におぞましい関連性があるのが見えるようになったんだ。奴は、病的状態を、露骨に人間ならぬものから、人間崩れまでの間で何段階も描いて、それらの間に嘲笑うような連環と進化の過程を打ち立てていた。犬もどきは死すべき人間から生まれてきたのだ。それなら取り替え子の形で人間界に残された犬もどき自身の子供のことを奴はどうするんだろうと思った途端、その考えにドンピシャリの絵が目に入った。それは昔ながらのピューリタンの家の内部の絵だった。太い梁が走る部屋に格子窓、肘掛け付けの木の長椅子、不細工な17世紀のちょうど、聖書を朗唱している父親の周りに座る家族、一人を除く皆の顔には高潔と崇敬の表情があったが、もう一人の顔は地獄のあざけりを見せていた。年端もいかない男の子の顔で、疑いなく敬虔な父親の息子とおぼしき者に属するが、本質的な部分で汚らしい者どもの演者だった。連中の取り替え子だ。そして究極のアイロニーとして、ピックマンはそいつの顔をはっきり自分に似せて描いたんだよ。その間にピックマンは隣の部屋のランプをつけ、私のためにドアを丁重に開けたまま、現代風習作を見に来てもらえないかと聞いた。私は自分の思うところを大して伝えられなかったのだけれど、ひどい身震いと嫌悪感で声を出すどころではなかったのだ。奴は私の考えをよく理解していて、
大変称賛された気がしたのだと思う。もう一度はっきりさせておきたいのだが、エリオット、私は通常より若干逸脱したものを見たからといって、キャーキャー叫ぶような腰抜けじゃない。私は相応に教養のある中年だし、簡単にノックアウトされるような男ではないことはフランスで君も十分見たろう。ちょうど息を吹き返し、植民地時代のニューイングランドを地獄の別館の一種にしてしまうようなこれらの恐れるべき絵にも慣れたところだったということも覚えていてほしい。まあ、これら全部にもかかわらずだ。次の部屋に入った私は本当に叫び声を上げ、戸口にしがみついてやっとのことで卒倒を免れたんだよ。前の部屋は食式や魔女の集団が私らの先祖の世界にはびこるようを見せていたが、こっちのは、恐怖を私ら自身の日常生活の中にもろに持ち込んでいたんだ。神様、なんてものを奴は描けたのでしょうか。地下鉄事故、という終作があった。その中では不愉快極まるものの大群がどこかの地下墓所からボイルストン街地下鉄の床にできた割れ目を通して這い上がり、プラットフォームにごった返す群衆に襲いかかっていた。別のはコップスヒルの墓地での踊りなんだが、背景が今日のものだったんだ。次のはたくさんの地下室の描写で、穴や石組みのひびから怪物どもが忍び込み、ニヤニヤと歯を剥き出しながら樽やかまどの裏にしゃがんで、最初の犠牲者が階段を下ってくるのを待っていた。一枚のムカつくようなカンバスにはビーコンヒルの大きな断面図が描かれているようだった。毒臭まみれの怪物どもの軍隊が、まるでアリみたいになって、蜂の巣のように掘りまくられた地下道を身をかがませて張っていた。現代の共同墓地での踊りが宝生極まる筆致で描かれており、もう一つ、他のもの以上にそのコンセプトが私にショックを与えたのがあった。どことも知れぬ地下納骨所の中に何十体もの獣どもがわんさか集まっていた。その真ん中にいる奴の手には有名なボストンのガイドブックがあり、明らかに大きな声で読み上げていたのだ。みなある一節を指し、引きつった顔で転換のような笑いを繰り返していた。本当に、悪魔めいた反響が聞こえるようだったよ。その絵の題名は、ホームズ、ローエル、およびロングフェローはマウントオーバーンに埋葬された。徐々に心を沈め、病的で極悪非道なこの第二の部屋に合わせて調整し直した私は、吐き気を催すこの嫌悪感に関していくつか分析し始めた。第一に、と独りごちた。これらのものが不愉快なのは、それらがピックマンに内在する究極の非人間性と冷淡な野蛮性とを示すからである。この人物は全人類にとって容赦のない敵に違いない。だから脳や肉体に攻め苦を与え、死すべき人間の住処を腐敗させて大喜びなのだ。第二に、それらはまさにそれらの偉大さゆえに恐ろしいのである。それら美術は確信を持つ者の美術だった。その絵を見るときは悪魔自体を見るのであり、その悪魔自体が恐ろしいのだ。奇妙な点だが、ピックマンは選択性やトップさから力を得ていたのではなかった。にじみ、歪曲、様式化とは無縁だった。輪郭はシャープで真に迫っていて、細部は苦痛を感じるほどきっちりしていた。そして顔ときたら、その絵が映すものは単なる芸術家の解釈などではなかった。ハンマデンそのものであり、水晶のようにクリアで厳格な客観性を持っていた。まさにそのものだったんだよ。髪にかけて、あの男は全然幻想家でもロマンチシストでもなかった。色とりどりの儚い夢をかきたてようとすらしなかった。その代わり奴は冷静かつ霊障的に、不動の、機械的な、確固たる恐怖を再現した。正面から、はっきりと、立派に、きっぱりと自分が見た世界を、どんな世界かは神のみぞ知る。冒涜的な姿がぴょんぴょん跳ね、ひょこひょこ歩き、のたくり回るのを奴が一体どこで見たのか。それも神様だけがご存知だ。だが、奴のイメージがどんな当惑するような源から来ているにせよ、明白なことが一つあった。ピックマンはあらゆる点において、コンセプトもやり方も、完璧な、勤勉な、ほとんど科学的と言ってもいいほどのリアリストだったんだよ。さて、我が主人はアトリエ本体に行くから地下室に下るようにと促した。
私は未完成のカンバスの中でこれでもかと努力して自らを鼓舞したよ。ジメジメした階段の下まで来ると、奴は懐中電灯をつけて手近にある大きな開けた空間の隅に向け、レンガでできた円形の円を照らした。間違いなく、土間床にある大井戸だった。私らはそれに近づいていったんだが、見たところその大きさは差し渡し 1.5 メートル。壁の厚さが30センチ強。床から15センチばかり高くなっていた。がっしりした作りで、思い違いをしているんじゃなければ17世紀のものだったな。ピックマンは言った。これは先ほど話した種類のものだ。丘を地下から掘り崩すためのトンネルの網目が口を開けている場所だよ。と、私はそれを見ながら、なんとなく、この井戸はレンガじゃなくて、重そうな木の板で塞いであるだけなんだなと思った。ピックマンの胸クソ悪いほのめかしが単なる習字法ではないとしたら、これまでこいつがどんなところと繋がってきたはずか。それを考えるとちょっとばかりブルブル来たね。そして彼の棒をついて一段上がり、狭いドアを通って広めの部屋に入った。木の床で、アトリエとしての調度が整えてあった。仕事ができるだけの明かりはアセチレンランプから得ていた。イーゼルに乗せたり壁にもたれさせたりしてあった未完成の絵は、上の階の完成品と同じように化け物じみていて、この芸術家の労を惜しまない手法を示していた。輪郭線は極めて慎重に引かれ、ピックマンが正確な遠近法と比率を得るために細心の注意を払っていることが鉛筆絵描きのガイドラインから分かった。この男は偉大だ。今でも私はそう言うよ。あんなことを知ってしまった今でも、私はテーブルの上の大型カメラに興味を惹かれた。ピックマンが言うには、背景を描くのに使っているのだそうで、道具一式を持って街をあちこち歩き回る代わりにアトリエ内で写真から起こしているらしい。継続的な作業を行う場合、写真は非常に優れた方法で、現実の光景やモデル並みだと奴は考えていて、いつも使っていると言っていたよ。その部屋の四方から邪悪な流し目をくれている吐き気を催すようなスケッチと半完成品の既形物には、なんというか大変に不穏なものがあって、ピックマンが突然、ランプから遠い側の端に置いてあった大きなカンバスの覆いを取ったとき、私は必死で叫ぶしかなかった。叫んだのはその夜二度目だった。叫びは古い小石だらけの地下室の暗い急流を通して小玉に小玉を返し、私はそれに応えて声を上げるのをこらえなければならなかった。今にもヒステリックな笑いになってしまいそうだったんだ。慈悲深き創造主よ。エリオット。でも私にはそれがどこまで現実でどこまで熱に浮かされた幻想なのかわからない。地球上にあんな夢があるとは思えないんだ。それは途方もなく名乗しがたい冒涜だった。赤い目を光らせ、骨張った鍵爪で一度は人間だったものをつかみ、子供がキャンディスティックをかじるようにその頭部にしゃぶりついていた。そいつはなんだか鏡込んだ姿勢をしていて、見る者に、いついつ今持っている獲物を捨てて、目に入ったもっとジューシーなご馳走に飛びかかるかもしれないと思わせるものがあった。だが、何よりクソなことに、その絵をしてあらゆるパニックの不滅の源泉としているのは、極悪非道な主題ですらなかった。そんなものじゃなかった。尖り耳の犬顔でも、血走った目でも、平べったい鼻でも、よだれを垂らす唇でもなかった。鱗のついた鍵爪でも、カビだらけの体でも、半ばひずめのようになった足でもなかった。こういったどれでもなかったんだ。興奮しやすい人ならどれか一つだけでも気違いになるだろうけどね。テクニックだったんだよ。エリオット、呪われた、不敬な、不自然なテクニックだ。これほど真に迫った生命力がカンバスの上に混然一体となっているのを見たことがなかった。私が生き物であるのと同じくらい生きていたんだ。怪物はそこにいた。睨んではしゃぶり、しゃぶっては睨み。自然法則を一時停止でもさせない限り、モデルなしには誰もこんなものを描くことなんてできやしない。冥界を、死すべき人間なら悪魔に全て売り払ってしまったはずの地下世界を見たことでもなければ、カンバスの空いた部分に一枚の紙片がピン留めしてあって、ひどく丸まっていた。多分、
背景を悪夢のようにおぞましく描き効果を上げるためにピックマンが使っている写真だろうと思った。それを手に取って広げ、目を落としたとき、突然ピックマンが撃たれたかのようにギクッとするのが見えた。奴は私がショックのあまり叫び声を上げ、暗い地下室に常ならぬ小玉を響かせて以来ずっと耳をそば立ててきていて、今、何かの旋律に襲われているらしかった。もっとも私ほどではなかったし、精神的というより身体的な恐怖だったようだが、奴はリボルバーを取り出して、私に静かにしていろと言い、地下室に降りていって背中でドアを閉めた。私は一瞬麻痺していたと思う。ピックマンの真似をして耳を澄ましてみると、どこかでちょこちょこ走る音や、方角はわからなかったが一連の金切り声か何かを叩く音が聞こえたような気がした。私は大きなドブネズミどものことを想像して震えた。すると、今度はガタガタという抑制された音がし、私は鳥肌が立った。考えていたことを言葉にしたくはないのだが、人目を忍んで不器用に物をぶつける音だった。石かレンガの上に重い材木が落ちる時のような音だった。レンガに木が、これをどう考えろと、その音は再びやってきた。もっと大きく。木が先ほどよりももっと遠くに落ちたような振動があった。キーキー言う鋭い騒音が聞こえ。ピックマンが何やらわからぬ言葉をわめくのが聞こえ。リボルバーを6弾全部撃ち尽くす音が耳をつんざいた。ライオンの調教師が威嚇のために空に向かって撃つような派手なやり方だった。ギャーギャーキーキー言う長い金切り声が押し殺したように聞こえ。何かが倒れるドスンという音がした。もう一度木とレンガがギシギシ音を立て、間があり、ドアが開いた。その音にひどく飛び上がったことを告白するよ。ピックマンが未だに煙を上げている武器を手に、降る井戸に住み着いている肥満したドブネズミを罵りながら現れた。あいつらが何を食っているかは神のみぞ知るだ。サーバー、奴はにやつきながら、この昔のトンネルは墓地や魔女の巣穴や海岸に通じているからね。だが、それが何にせよ、すぐに足りなくなるに違いない。というのもあいつらはそれこそ悪魔のように、何としてでも外に出たがっているからな。君がわめいたのであいつらが来たんだよ。思うに、こういう古い土地では気をつけなきゃいけないぞ。我らが月種類の友人たちは欠点だね。それでも時々は雰囲気や色彩という点で美点があると思うがね。で、エリオット、これがその夜の冒険の終わりというわけだ。ピックマンは問題の場所を見せると約束して、確かに奴はそれを実行した。奴は別の方角を通って私をそのもつれ合った裏通りから連れ出したんだと思う。街灯が見える頃には、半ば見知った街に出ていたから、安アパートのブロックと古い家が混在する単調な街だった。チャーター街ということになるんだと思うんだが、私は狼狽しすぎてどこでそれに行き当たったかわからなかった。電車は終わってしまっていたので、私らは歩いてハノーバー街を抜け、下町に戻った。そこの壁を覚えてるよ。トレモント街からビーコン街に上がって、ジョイの角で分かれた。そこで私は脇道に入ったんだ。それ以来奴とは一言も話していない。なぜ奴と縁を切ったかって。そう焦るなよ。コーヒーを注文するから待ってくれ。他のはたらふく飲んだけど、もうちょっと飲みたいのさ。そうじゃないんだ。そこで見た絵じゃないんだよ。絵だけでも、ボストンじゃ10のうち9の家庭やクラブから叩き出されるのは受け合うし。今ならどうして私が地下鉄や地下室に近寄りたがらないか分かってくれたとも思う。それは、次の日の朝になってコートのポケットから見つけたあるもののせいだ。地下室にあった恐怖のカンバスから取ってきた丸まった紙だよ。例の怪物の背景にする何かの風景写真だろうと思っていたものさ。手に取って伸ばしている時に最後の強行がやってきた。その後ぼんやりしたままポケットの中に丸め込んでいたらしいんだ。でもコーヒーが来た。ブラックで飲むのが賢明だぞ。エリオット。そうだよ。その髪がピックマンと絶交した理由だ。リチャード・アプトン・ピックマン。私が知る最も偉大な芸術家。そして生命と、神話と狂気の穴蔵との間に惹かれた境界を飛び越えてしまった最悪に不潔な存在と。エリオット。
リードじいさんは正しかった。奴は厳密には人間じゃなかった。奇妙な影を伴って生まれたのか。禁断の門を開ける鍵を見つけたのか。そんなのはもうどうだっていい。奴は言って、うろつくのが大好きだった伝説の暗黒の中へと戻って行ってしまったからだ。ああ、シャンデリアがつく時間になったんだな。私が燃やしたものが何だったか説明しろとか言わないでくれ。推測するのもごめんだ。質問しないでくれ。モグラみたいに這い上がってきたピックマンがやけに熱心にドブネズミだと言い張るものの背後に何があったかも。なあ、秘密があるんだよ。イニシエのセーレムの時代から引きずってきた謎が。コットンメイザーはもっと変な者どものことを言ってるだろ。知ってるよな。ピックマンの絵がどうしてくそったれたほど生き生きとしていたか。ああ言った顔を奴がどこから取ってきたか。皆が不思議に思っていた顔。そう。その因果紙は背景を映したものじゃなかったんだ。結局、恐れるべきカンバスに奴が描いていたおぞましいものを単純に映しているだけだった。奴が使っていたモデルだ。そしてその背景は地下室のアトリエの壁と細部までそっくり同じだった。だが神にかけて、エリオット、それは生物の写真だったんだよ。カン。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。